なべた観地国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成なべた観地は愛知県雅美市にある観拓地海部郡鍋田村の地先を観拓し陸地化された雅美市の南部に位置し伊勢湾を観拓して開発された総面積400ヘクタールただし 鍋田観択事業で計画された面積はこれよりも広い。名古屋港の埋め立て地や木曽先観択地が隣接する。伊勢湾岸自動車道が観択地内を通っており、八戸ミ木曽先 IC の出入り口が設けられているほか、湾岸八戸ミインターチェンジも近くに存在する。この地域では古くから観択が盛んに行われており、 現在の鍋田タ観の一部も江戸時代末期に、ヤホ神殿、六つの神殿、上野神殿として、計390ヘクタール相当が観宅されていたが、度重なる水害や1854年の安政東海地震などにより海に沈んだまま長い間放置されていた。ただ、海に沈んだとはいえ地権者の権利は存続しており、地権者など、生理のため、 行政上昇締めも存在していた。地元の人々は、干拓地跡で足を買って、収入を得ており、これが漁業権とともに、再度の干拓の妨げとなって、長らく干拓地は復旧されなかった。鍋田干拓地は、食料増産や農家の次男、産卵対策等を目的として1946年、当時の農林省により着工された。 当初の計画面積は六百三十三ヘクタール。中央の水路を挟んで、西側の一機構区と東側の二機構区に分けられ、後には、現在の基礎崎管託地の場所に、基礎崎構区二百四ヘクタールも計画された。九百五十五年に潮止めを行い、九百五十六年には一機生五十名が入職。入職者は公募で集められ、面接で選考後、 当時とヨハシ氏にあった開拓訓練所と現地で訓練を受けて入職したが、入職者の住居は現在とは異なり干拓地内に広く分散する形で設けられることとなっていた。入職者は当初は干拓地の建設工事に従事していたが、1959年にはようやく営、NO、農を開始。その年の9月までに干拓工事の93%が完了しており、 翌年の3月にはすべて完了する予定となっていた。入植後最初の収穫を目前に控えた1959年9月26日、伊勢湾台風により鍋田干拓地は壊滅的な被害を受けた。台風の高潮などにより堤防が大きく破壊され、干拓地の全域が水没。住宅地と高地は全滅し、318名いた。 在住者のうち133名の命が失われた。内訳は入職者48名、家族73名、同居人12名で、台風の4日前に、現地入りした第7期の入職者17名も、含まれていた。また、新婚の花嫁16名や4ヶ月を超えた、妊婦38名が亡くなり33個では、一家全員が死亡している。 国土チ理リの地図、空中写真閲覧サービスによる、台風襲来2ヶ月後となる1959年11月26日と4ヶ月後となる1960年1月26日の空中写真には、水没したままの干拓地の様子が捉えられている。台風後は、干拓地内の北部に異常停と呼ばれる内堤防が築かれ、ここから生活を再建していった。 分散していた入植者の住宅も、この中に移された。後には鍋田た干拓地を囲む堤防も、伊勢湾台風級の高潮が来ても決壊しないように、高いだけでなく幅も広くとって、強固に作り替えられた。復旧に際しては、一期工区については従来、道理農業用地として再建が進められたが、二期工区は、 公共用地に手に用され、名古屋競馬のヤトミトレーニングセンターやヤトミ、野鳥園などが作られた。木曽先工区については後に、同じ場所に、木曽先干拓地が作られた。鍋田干拓事業として開発が計画された土地で、現在鍋田干拓地と呼ばれるのは一気航区分のみとなっている。鍋田干拓地の開発以降も、周囲の干潟などが、 次々と陸地化され、鍋田干拓地も、実質的には、内陸となった。しかし、周囲の埋め立って地などの多くは、農業用ではなく工業用地として開発され、農業用として干拓が始められた基礎先干拓地も、農業用地以外に転用されることになったことから、この地域において、数百年の間行われてきた。 農業用の干拓事業も、鍋田干拓地が最後となった。農地の奥にヤホクリーンセンターとイケアの物流倉庫が見える干拓地内は、人口密度が低い上に、北部以外には、住宅地が存在せず、また、まとまった土地が手に入りやすいことから、干拓地やその周辺には、資料処理場やゴミ焼却場、火葬場といったいわゆる、迷惑施設が建設されている。 当然地元としてもこれらを好んで受け入れてきたわけではなく、1993年に魚荒処理施設が建設された際には、これ以上迷惑施設を建設しないことが約束されていた。にもかかわらず、2002年には、海部地区環境事務組合のヤホクリーンセンターが建設されている。これは、計画当時沙織町にあったゴミ焼却場が、 周辺住民と約束した、創業期限を超え、一時停止を求める、仮処分申請を出されるような事態となっていたが、他に移転可能な土地が見つからず、結局なべた干地で受け入れるほかなかったためである。さらに後には、日光川下流流域下水道の最終処分場も、隣接地に建設されることとなった。ただし、こうした迷惑施設の建設により、 多額の周辺対策費が落ちているのも事実ではある。ゴミ焼却場建設の際には、焼却熱を利用した入浴施設付きのヤト憩いの里が建設された。また、もともと名古屋市に近い上に、近年は伊勢湾岸自動車道をはじめとする道路交通網の発達が著しく、農業の社用化もあって、農地を転用して、 物流施設などを建設すべきとも言われた。その50年ほどで、実際に多くの企業の物流拠点が設けられている。上記のように民家が少ない上に、人口密集地に近く、道路交通網も発達していることから、ゴミの不法投棄が絶えないなどの問題もある。ABCD 山野秋夫、日本の観客地財団法人農林統計協会。 2006年2月10日発行、基礎崎町市基礎崎町役場。1998年3月31日。発行屋戸町市編さ委員会。安藤慶一郎監修。屋戸町市屋戸町。1994年3月31日。発行、屋戸町。鍋田た観択海岸堤東側の堤防基礎。国土交通省。 2019年10月9日閲覧。鍋田川川口付近の鍋田観託邸の基礎。国土交通省。2019年10月9日閲覧。鍋田観託、P167 ハットエビ、鍋田観託、P32 国土地理院地図、空中写真閲覧サービス。地図、空中写真閲覧サービス。国土地理院。2019年10月9日閲覧。 地図、空中写真閲覧サービス。国土地理委員。2019年10月9日閲覧。異常停に思い深く、伊勢湾台風後、集落再建の象徴や富町、愛知、朝日新聞2001年2月39日長官愛知一面24面、AB 開封、津島焼却場の行方ごみ問題和解に寄せて、中日新聞1997年9月20日。 長官地方版22面愛知県佐織町の清掃工場周辺住民28創業中止、求め借り処分申請、朝日新聞1997年5月7日、名古屋長官21面。精神する、湾岸道雇いインター開通、中日新聞2000年3月25日長官20面、試作ウォッチ不法投棄のゴミになく雇み県内有数の、米どころ。 なべたかんたく、中日新聞1998年2月17日、長官21名。ありがとうございます。